ガチで面白い車改造アクション映画参戦。2015年日本公開の映画マッドマックス怒りのデスロードがガチで面白い。ジョージミュラー監督が放つ。マッドマックスシリーズ第4作目1985年に公開された。前作のマッドマックスサンダードームから30年ぶりの新作よりマットにパワーアップして復活。過去3作でメルギブソンが演じ切った。主人公マックス役を新たにトムハーディーが抜擢。油も水もつきかけ荒廃した。近未来を舞台に愛する家族を奪われ、本能だけで生きるも時計マックス。 強悪な砂漠の支配者妹誕生。反逆を企てる女王の右腕ヒュリオサ。全身白塗りのトコニュークス。超個性的すぎるキャラクターたちが繰り広げる。大迫力の放送アクションエンターテインメント。自由と希望への闘争劇を超超超マットに描く。シャーリーズ・セロンネイさん最高。天才的な設定や世界観。テンション爆上がりの音楽。隅から隅まで一瞬で目を引くキャラクターがワンさか。思わずにドミ、三ドミ、四ドミしちゃう大興奮の傑作です。2017年日本公開の映画。ワイルドスピード。アイスブレイク。 ガチで面白い f デイリー・ブレイ監督が放つちとうド級の爆走エンターテインメント。つるつるオラオラゴリゴリマッチョばかり出てくるアウトローファミリー映画。大人気ワイルド・スピードシリーズの第8弾。シリーズの中で本作が一番好き。ジェイソン・ステイサムがスマートで一段とかっこよく見える。ビン・ニーゼルは回を重ねるごとにラッパーの流像に見えてくる。長い統合生活や数々の激闘を終え。ドミニクたちは幸せな日常を味わっていたが、まさかのファミリー命であるドミニクの裏切りにより、ファミリーは崩壊の危機に直面する。敵はシャーリー ジェイーズ・セロン演じる謎のサイバーテロリスト、ドウェイン・ジョンソンやミシェル・ロドリゲスなど、おなじみの豪華ファミリーメンバーはドミニクを取り戻そうと奮闘する、前作強敵だったジェイソン・ステイサムが味方として参戦する展開が熱い、やりすぎぐらいがちょうどいい、どんどんギアを上げていくわイ好き特有のド迫力カーチェイスは必見。ちなみにドウェイン・ジョンソン初登場は5作目ワイルドスピードメガマックス、ジェイソン・ステイサム初登場は7作目ワイルドスピードエブロミッションです。2010年日本公開の映画、ベッドラインがガチで面白い、クエン・ティン・ のの監督のキルビルビでアニメパートの演出を担当したことでも知られる石井勝人監督の原作をマトリックスをモチーフとした探偵アニメーション集アニマトリックスなどを手掛けた小池武史監督が手書き作画にこだわってアニメ映画化声優は木村拓也、青井優、浅野忠信と俳優陣が担当青井優は声優としての演技も上手くて痺れます遠い未来遥か彼方の銀河系で宇宙最速の称号をかけたカーレースの大会レッドラインが中一危険な場所で開催決定何でもありの激ヤバレースに それを知らないレーサーーーーサが集うスターウォーズエピソードファントム・メナスのようなダイナミックで爽快な宇宙人たちとのレースに引き込まれますアドレナリン全開ド派手な演出が楽しい超強烈なレーサーたちの熱きバトルが加速する果たして優勝するのは見たい映画や好きな映画はありましたか良ければチャンネル登録と高評価コメントもお願いします